なんだ、いつもの英帝様ではないような。お前李人というらしいな。嫌な名前をしている。その名を呼んでいいのは俺だけなのに。BL スキップ。お招きありがとうございます。私のことを英帝様に見染めていただけるなんて光栄です。学人、名は何という？ジンと申します。ジン、リー・ジンです。どうぞお見知りおきを。良い名だ。かつての俺の名前と同じ。俺がその名で呼ばれることはもうない。決して。英帝様、ご覧になってください。花がどうかしたのか？ここまで見事に咲いている花は外にございません。お前の国には花がなかったのか？いえ、あったのでしょうけど、すべて灰になってしまったので。それは昔の話です。花をめでる暇もなく、ただ明日を生きるしかなかったのです。それはさぞつらかったろう。いえ、今は英帝様のおそばにいられるのです。とても幸せにございます。そうか。もしもこの時違和感に気づいていたなら、後に起こる悲劇を防ぐことができたのだろうか。英帝様、ここで眠ってしまっては風邪を召されます。ああ、それからも俺は李人と共に過ごすようになった。お前のことの音を聞いているとつい心地よくてな。不思議な音色だ。まるでこの世のものではないような。極楽に住むという鳥はこういう鳴き声なのかもしれんな。カリオビンガですか？知っているのか？はい、私の琴の音がカリオビンガなら、ここはきっと極楽なのでしょうね。そうだな。英帝さん、お前がいてくれるなら、地獄のようなこの世も極楽になるかもしれない。知っていたのですか、私が男だと。さまつなことだ。俺のカリオビンガ、血塗られたこの身でもお前を抱くときだけは幸せを感じることを許される気がした。たとえひとときだとしても。私が何者かも知らないで、それはさぞつらかったろう。ねえ、あなたは本当に私たちの国を滅ぼしたあの英帝なの？祖国を滅ぼされ、復讐のために学人のふりをしてここへ来た。噂で聞く英帝は恐ろしく血も涙もない冷酷な氷の帝。すぐにでも殺してやるつもりだった。
でも実際の英帝は今目の前で子供のように眠るこの人は、どうした？眠れないのか？あ、いえ。おいで、ジン。この男に気を許してはいけないのに、どんどん惹かれている。愛してる。私もお慕いしております。このままじゃ私は。王人よ、最近迎えた学人をよく可愛がっているようではないか。学人が欲しいと言ったのはお前だろう。それはそうだが、珍しいと思ってな。何が言いたい？別に。ただ皇帝ともあろう者が学人相手にうつつを抜かすなどあってはならないだろうなあ、王人。奴を殺さなければ必ず仇を討つよ、降雨。でも最近わからなくなる。本当にあの人が。降雨？誰だそれは。英帝様、いらっしゃったのですか？視察に出かけられたものとばかり。俺はいつでもどこにでもいる。それが英帝だ。なんだ、いつもの英帝様ではないような。それはどういう。お前理人というらしいな。嫌な名前をしている。その名を呼んでいいのは俺だけなのに。あいつは俺だ。ならば俺もお前を愛さねばならないよな。英帝様、こちらです。ああ、ジンはどうした？いえ、そのなんだ。先ほど王様が。ジン！近寄るな。やはりお前は悪王だ。英帝！ジンに何をした？何をそんなに怒っているんだ？たかが学人一人に躍起になって身の程を知れと分からせてやっただけのことだ。お前はなぜそんな風になってしまったんだ？何を今さら。王は最愛の姉を失った時壊れていたんだ。もう無理なのかもしれない。それならいっそここで何もかも終わりに。BL スキップ。BL スキップは胸キュンだけを集めたオリジナルボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。こちらの作品はブックライブ様とのコラボ作品で、コミック版にはコミック限定の胸キュン追加シーンもございます。ぜひ合わせてお楽しみください。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。